こいつ行かれてこの番組はこのスポンサーでしょうなお送りします。よっしゃーしゃー夏が来たぜ夏っぽすぎるんだよ。夏が来たぜ。はい、どうも皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄さんも、ほんと今日はなんとこちらジルカのボーカル、リコでーすよろしくお願いします来た来た来た。会いたかったぜいや、今日もありがとうございます。ありがとうございます。いや、結構久々だよね。久しぶりです。3ヶ月ぶり。おー、そんな、ねえ、うん、あんまりね、ほんと毎月出せこの二人と言ったら、うん、まあ、リアクション動画ということで。おぉ新しいね。先この3ヶ月で覚えたんですか？3ヶ月で。これ3ヶ月練習したんでしょ、はい、今日もですね、リアクション撮っていきたいと思うんですけども、はい、今日は、はい、デビルーフ。デビルーフデビルーフはい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 。新作というか、ライブ映像が公式にアップロードされてましたんで、はい。これも見るっけない。そうだね。はい。そう。秋に、うん、あの DDJ ツアーがありまして、そうだよ。そう、デビルーフ、うん、デクスコア、うん、ジルカでね、DDJ ね、DDJ やってまいりましたよ。そこだから一つですよ。そうだよ。いいんすか？じゃあ今日全部、俺が解明してみましょう。そう、もう俺たちね、うん、もうケイスケさんってもう多彩な、うん、もうグロすぎる、はい、もう人類で一番グロい声出すからあの人、うん、のいっぱいいろんな技術が詰まった、はい、動画なんですけれども。はい、この二人で、もう徹底解剖して。来てくれた、みんながその声出せるように、この動画で、必ずしてみせようね。フィーチャリング全員。全員で。にできるんでしょ。はい。次、あの、秋の DDJ までにね。そういうことですね。なので、あの、必見の動画となっておりますんで、ぜひ最後までお付き合いいただけたと思います。このチャンネルではこんな感じで、リアクション動画であるとか、ボイトレ動画とか、はい。日々アップロードしておりますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。久しぶり出たんだから、ちゃんとやれ登録してください。お願いします。この通り、この通り。丸くなった、丸くなった、丸くなった。で、曲が今回ニュースピークっていう曲なんですけど、この曲もね、もうめちゃくちゃいろんな激しいことやってるんで、すごいよね。すごいのよ。早速じゃあ、はい、見ていきたいと思います。これ割といきなり始まるんで、これ、あ、オッケーです、オッケーです。いきなりですね。いきなり、多分カンツさんから始まると思います。いけ、カンちゃん、いきます。もういる、カンちゃんね、陰キャぶってる場合じゃないでしょ、これ。絶対。もう、なんか、あの、交通事故だよね。すでに。うん、演奏が。いい意味だよ。もうヒーローです。じゃあそうですよ。うん、いろんな、この、いろんな要素が。カン、うん、ちゃん見てるか？カンさんもちろん。うん、もうギターのサウンドもなんかもうわけわかんない。もうえぐいね。もうえぐい。中肉いくつだってぐらい低い、ね。そう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 。ちょっといいっすか？いいっす、いいっす。これ、いいっすよ。シャウトの種類で言うと、これ、何？すごい顔してますけど、ゲストなんか。すごい顔してるね。これが大事ですから。これ、そう。これも大事。シャウトは顔ですからね。一応、ちょっとビジュアル系なんでね。ずらしてください。うん。こういうのね。シャウトの種類で言うとね。はい。これ、どの類のシャウトになるんですかね、先生。最初これ、ガテラルですよね、おそらくね。あー。あの、ただ、低かったじゃん。低い。低かったけど、ちょっとこう、倍音含んでるの音なんだよね。なるほど。ちょっともう一回聞こうか。はい。低いところだけね。ね。うーってこう、あ、そう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 、これか。うーってこう、こもってるわけじゃないんだよね。はい、こもらしてないの、逆に。そう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 、あの、明るい成分は抜いてるみたいな。なるほどね。最初からガテラルっていう、うーこんな感じよね。見たか、これがプロやつを勝てるじゃん。いや、全部こう、あ、そうそう、全部できるぜ。解説してやって全部できるぜ。全部解説して教えてあげますからね。最初からガテラルですね。これやばいね、最初からね。なんかノーマルじゃないところから入ってますね。うん。これよ。これが。こいつ行かれて。いや。ケイちゃんやばい。これはね、本当先輩なんで申し訳ないですけど、これはバカですね。いや、俺も先輩なんで申し訳ないですけど、バカです。これバカなんよ。これすごいな。これバカなんだよ。あの、器用にも程があるよね。王法はね。これ、王が吐きだっつったっけ？そうなんだよ。あの前、あの動画、ケイスケさんとコラボさせて、そうだよね。ありがたくね、いただいたんですけど、その時に解説してもらってるんですよ。俺もそれ見てたんだけど。そう、二人で練習してた。練習したりでな。すごすぎて。そうそう、初代のスタジオで練習したよな。
練習したんですよ。練習したいね。できないね。そうだったわ。で、しかもその前は、滝のホイッスルもやってるからね。そうだったね。やってたね。入れてたわ。大枠がすごすぎて、その前の滝のホイッスルもめちゃくちゃすごいのに、もう記憶からあんまない。確かに。え、ちょっと、もうちょい戻る。いや、もう一回行こう。もう一回行こう。この華麗な流れね。うん。今のが吐きです。いや、そうだね。今のが吐きね。これよ。ここ。いってるね、これ。パン職人よ。ここいやー。最後ギュイーン。すごい。伸ばしちゃってる、ね。ギュイーンって。確かに、これはやばいなぁ。すごい。粘り、なんか粘ってるよね。ネバネバだね。ネバネバ。引っ張ってるよね。いや、すげぇなぁ。だから、声帯って高い音出すときに、ギュンって伸びるんですけど。はいはいはい。なんか伸びてる感やばいもんね。そうだね。こいつらの伸び。でも、効果やばくない？いや、確かに。そうなのよ。すごいなぁ。めちゃくちゃすごいっすよ。まだ18秒っすよね。そうだよ。もう終わってもいいから。確かに。この動画。それぐらいの感じ。まあ、まだあるんですよ。いや、そうだね。いろいろあるから。随時鼓動ですね。あこれね、ピックさ、ピックだ、ピック早く、早だ、早い、豚だ、豚です、豚すぎる、この豚野郎。これ豚野郎だわ。これはいい意味でね。これ、いやいや、いい意味でも悪い意味でも豚野郎。で、これすごいね。だってさ、こう、おい、おい、とか、そういう BPM じゃないのか。そうだね。おい、おい、みたいな。そうだね、そうだね、そうだね。これ、よう吐けるわね。なんか、よう吐けるわねって。なんか、特殊な言葉出てきちゃう。豚野郎って言って。豚野郎。わねっつって。おねえになっちゃって。おねえになっちゃって。すごいわね。いや、すごいわね。すごいわね。すごいわね。滑らかだったね。うん、ケイちゃん、すごいわね。つって。進まない。進まない。いや、とにかくすごい。ピックでしたね、ここね。ここね。あ！一回ちょっと地声に抜いた。地入れてるね。うん。ここ好き。うん。ここはね、ライブで盛り上がるとこだよね。そうだね。ダンダン。そうそうそう。ダンダンおい。あー、いいね、気持ちいいね。観客巻き込めるとこなんで。え、これさっきのローは、どっから出してん、これ、ケイスケさんは、これ前もちょっと言ったかもしれないですけど、とにかく下なんだよね、めちゃくちゃね。下だね。めっちゃ下だよね。めっちゃ下、ほんとに、マジで下。マジで、ここが、これぐらいになるんだよね。バイーンって。そうそう、この辺に、顎この辺にある。ここも伸びるんかっつって。これ以外に、ここも伸びるから。横も伸びるし、縦も、縦も伸縮性がある。そうそうそう。素晴らしい。柔軟性がやばい。本当に伸びるもんね。ここ、顎だとこの辺に見えるもん。いや、本当だよ。あ、ま、でも本当にこれぐらいにはなってる。いや、確かに。首がなくなるんだよね。あ、でもそう。ケイちゃんは、本当にそう。首がなくなるんですよ。喉をめちゃくちゃ落とすから。首がなくなっちゃってるから、もう、顔がもう、プスッて。それ自分でもおっしゃってた。そうそう。そう言ってたもんね。そうそうそう。ってなるぐらい、とにかく喉を下げて。多分人間の限界で下向ける位置が、もう決まってるはずなんですけど、違うんですよ、ケイちゃんの場合。大体普通はこれぐらいまでしか向けないんですけども。でもさ、こうやって下向けると声の張りは出る。うん、そうだね。こうなるね。こうなる。なんだけど、ケイちゃんの、ケイちゃんの場合は、これ倍ぐらいいってるから、こんなんだって。いや、もう、ちょっと近かったね。あ、確かに確かに。近かった。じゃあ、もう、ほんと限界まで首下げてみ。いや、そうだよ。下げて。おもしれい！お、すごいじゃん！いや、これだよね。え、でも、こ、あ、できたじゃん、これも。いや、しかもみんなもできるから。いや、そう。首をとにかく下に下げること。この映像だからこそ、学び得た1個ですね。確かに。ありがとうございます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 。好きなんだよね。気持ちいいな。うん。ここ、やばいね。何今の？ここ戦争だな、ここ。ホイッスル起こってたね。ホイッスル起こってたね。ホイッスルからすごい。すんげえ下から。すんげえ下からすげえ上に。すごかったね。
たしね。ういひこうなってこれピックやっぱめちゃくちゃ早いね。これやばいね。めちゃくちゃ早いね。もうタン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 ぐらい。そうだね。これピックできる。はい。くタン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 ぐらい。早い。おいおい。チャレンジしようぜ。うん、チャレンジ。おい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 。ああ、いけてよ。おいおい。おい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 。できるけど。メンテ。できるけど、こんな綺麗にできない。綺麗にできない。こんな綺麗にできない。なんか、俺たち今この、なんか、やろうと思って、うんうん、これでやろうと思ってやってるから追いついてるかもしれないけど、うん、このなんか、ライブの中でこんな滑らかにさ、確かに。しかもこの前後にいろいろめっちゃやってるじゃないですか。うん、ここのパートとにかくやばいな。これやばい。これやばい。詰め込みすぎてるな、ここ。いや、ちょっと、ケイスケさんやっぱすごいっすね。これやばい。この曲なんか、ピックが結構ポイントだね。ね。出てくるね、これね。結構使ってるな。使ってるよね。だ、うん、お、今もちょっとピークですね、うん、これ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 、うわやばこの辺はノーマルなんですね、うんうん、はい普通のローマルどうあ、はいやばやばメリハリやばローとさ、うん、ハイ、うん、めっちゃケイちゃん使うじゃん。うん、使うね。まあ、これ、この曲に関しては、ミドルっていうよりも、うんそうね、ローとハイがめちゃくちゃ使ってる。そうなんそうなんです。振り幅があるね。そう、ローとハイってやっぱ難しいんだよね。いや、そうなの。深いんですよ。そうなの、うん。そうなんだよ、そうなんだよ。しかも、ケイスケさんのローってめっちゃ低いじゃん、さっき話した。めちゃくちゃ低い。めっちゃ低いし、ハイもね、やっぱ高いしさ。もうこの辺。そうだ地獄の鍵盤の一番端の一番端鍵盤めちゃくちゃ離れてますよ。めちゃくちゃ離れてる。沖縄のなんかわけわかんない島みたいなぐらいまで南北ですよ。確かにね。南部ですよ。そっからもう北海道の一番上。わかんねえなんか出ちゃう、ね、日本ギリギリ日本みたいなここまで行ってますよ。はいはいはい、すごいっす。いやすごいな、うん。すごいですよ。でちょっと一休憩じゃないけど、うんうん、ちょっとこうパートが変わりまして。そうだね。うんスクリーンだね。お、これ新しいよな。うん、ピンと日の用心 ね。新しいよね。うん、やっぱデビュー海外受けが、いやさすがですよね。あるから、うん、そういうの狙ってるよね。うん、メタ的な発言しちゃうと、うん、うん、ね、素晴らしいですね。でもまあそういうとこも紐解いていきたいですね。いや本当だよね。うん、これ映像映ってるかなんでしょうかね。スクリーンかなこれな。うん無観客だからね。うん、ああ、そっかそっかそっか。うん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 。なんか宇宙にいる錯覚を起こしてしまうような。確かに確かに確かに。確かに確かに。からの、どう展開するのか。ああ、長い長い。いやー。ちょっと戻すぞ。何この音これマジですごいわ。何この音とこの口の使い方これね低かったし長かったね。うん、ケイちゃんの特徴として舌がもうテクニシャンすぎて、いや本当にそう、もうあちこちこう上にも伸びるし、見たいよね。そのなんかそのカットして断面ね。断面見たい。断面ちょっと見させてください。とんでもないことになった、きっと。もう、暴れまくったことになっちゃって。あ、僕、じゃじゃ馬ですよ。相当な、ね、ぐんねんぐねしてますから。いやすごいなぁ。聞きましたか、このロングトーン。うん、おっと、やべちょっとピック入れてきたりしちゃうの。かけられちゃう、こちらも入って。これ、何これうわぁうわやばいなうわドン引きですわうわ素晴らしいグラインドコアみたいなねゴリッゴリの想像以上の、うん、もうシャウトの種類もね。いや、本当にそう。ローの、もう、重厚感。いや、本当にそう。もう戦車。
いや、グイーンって。いや、ほんと戦車が、石を潰しながらさ、そうそうゴリ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 、ゆっくり進んでるみたいな。ケイちゃん、やっぱりやばいっすね。やばい。でもこんなデビルとね、うん。対マンするわけですから、はい。まあでも今日ちょっと解説して、はい。皆さんもなんかちょっと楽しむポイントとか。できたと思いますよ。できたと思うし。そう、ね、一番下のシャウト出してるときは、ケイスケは下向いてるから。そうですよ。そう、下向いたときが、うん、チャンスです。何の倒す？いや、そう、倒しちゃう。倒しちゃうって浮かんがってたから。隙があるね。そう、隙があるんだ。1分45秒でこの満足感。とは思えないですね。そうですね。でもいろんな出来事が起こるんで。濃い時間を過ごしたな、この2分。そう、体調悪いときに見る夢みたいな。そういう嫌なやつね。そういう曲ですよ、うん、本当だね。いい意味でね、もうわけわかんないみたいな感じの曲でしたけれども、はい、あの本家の映像概要欄に貼っておりますんで、はい、ということで、はい、面白かったという方ぜひ、グッドボタンとあとチャンネル登録も、窓の方ぜひこの機会によろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。 DDJ もよろしくね。よろしくね。俺も行くよ。